さて、どうするかな? Back to the passage where I just was. お父さん。はい。二人一緒か。もうすっかり仲良しだな。二人揃ってどこ行くんだ?伊豆葉ちゃんとこ。そうだ、おじさまも一緒に行こうよ。おじさん?ちょっと待ってくれ。おじさまってもしかして。うん、アルちゃんのお父さんだからおじさまでしょ。いや、それはおじさまとは丁寧ではあるが、言い換えればおじさんなのであって。おじさん、私がおじさん。お父さんも一緒。Pulls on my arm. ああ、すまない。まだ祭り事が残っててな。後で行くから、二人で先に行っててくれ。本当?ああ、必ず行くよ。うん。それじゃあおじさま、絶対だよ。おじさま、早く来てね。だから私はおじさまでは。ん?ごめんなさい、つい。元気な妹君ですね。とっても元気で可愛い妹です。ムントなどはもう少しおしとやかにと言ってますが、あの年頃は元気なのが一番です。そうですね、あの人見知りの激しいアルルがすっかり打ち解けて、同じ年頃ということもあるのでしょうが、あの明るい性格によるところも大きいのでしょう。ここへ来て本当に良かったと思っています。ハクオさん。ん?あ、いえ、なんでもないんです。No, please. 失礼します。エルル、アニジャを知らな。いや、何でもないです。さて、どうするかな? Well, I need to go to Yuzuha's room. My daughter and niece told me to. あ、待って、アルちゃん。それ、皮を剥かないと。あ。やっぱり、それ、皮を剥かないと、とっても渋いのに。楽しげな声が聞こえるな。ユズハちゃん、どうかしたの?楽しそうだな。ハクオロ様。あ、おじ様。アルル、どうしたんだ?アルちゃんたら、これを皮のまま食べちゃったから。はい、ユズハちゃん、皮むけたよ。ありがとうございます。友達になったんだからありがとうくらいでいいんだけど。そうだ、みんなであだ名で呼び合おうよ。あだ名?うん、ほら、その方が友達って感じがするでしょ。あの、あだ名って何ですか?仲のいい友達同士でつける名前って多分。例えばアルちゃんはアルちゃんだし、おじさまにあだ名をつけるとしたら、名前がハクオロだから、ハクハクとかオロオロとか。オロロロロロ。いや、私は遠慮しておくよ。ハクハクはちょっと。ユズハちゃんは、ユズユズはありきたりだし、ゆず、ゆず…そうだ、ゆずっちにしよう。ゆずっち?うん、ゆずっちに決定。あ、もしかして、いや。うん、嬉しいです。あ、ここにいたんですか。うん、何かあったのか。
いえ、別にそうじゃ。どこに行ったのかなって思って。じゃあ、エルル様のあだ名は？え？何の話？みんなであだ名のお話をしていたの。エルル様なら、どんなあだ名になるのかな？エルル姉様は、エルンガThat's beautiful. That's beautiful. Oh, anima god. The sound of footsteps fill the air as Eru chases Aru all over the room. Yuzuchi. He speaks happily. それはやめておいた方が。ユズハにそんなことを言われたら自決しかねんぞ。はい、どうぞ。俺もだ。こっちも頼みやす。朝と夜のこの時間、まるでここは戦場だな。そらよった。いただおい、そいつは俺のだぞ。悪いな、早いもん勝ちだ。返せ。おっと、させるか。け、このやろめ。ここって変わってるね。変わってる？姫様、お口に物を入れたまま話してはなりません。それに給仕さんがいないし、みんなで同じお皿のおかずをつつくし、みんなでおしゃべりするし、おかずを取り合ったりしてるし。もしかして狼山会の皇居では違うの？うん、ご飯の時にこんなに集まって食べないし、ご飯は包丁師さんが作って給仕さんがお皿に取り分けるし、あまりおしゃべりしたりすると叱られるし、おかずを取り合ったりするなんてなかったから。そうなの？私そんなこと知らなかったから、てっきりこれでいいのかと思って。構わんさ、食事はみんなで一緒に食った方がうまい。神はこういうのは嫌か？ううん、おいしいし楽しいから大好きだよ。それに熱々のご飯がこんなにおいしいなんて知らなかった。熱々のって、神ちゃんのとこのお食事は冷たいの？最初は温かいんだけど、ご飯の前にお祈りして、毒味の人が食べてみて、食べる頃には冷めちゃってるから。毒味？当然でございます。姫様の身に万が一のことがあっては、一大事ですからな。でもそう言って、ここでも毒味をしようとするんだもん。姫様、申し訳ありません。白王郎、決して白王郎を疑っているわけではなく、ただ心配で心配で。ああ、気にしないでください。ヤンクル殿の気持ち、わからんでもないですから。うんと、ここにいる間はこの国のしきたりに従いましょう。それが礼儀というものですよ。はあ。やったー！それじゃおかわり。はい。
So the kids went out, played in the fields and the woods, read books together in their rooms, slept in the same beds, and the fun days passed by quickly. Until one day. Munto seems to disagree with you, Hime. みんなにいらない心配をかけてしまいますから、そろそろ戻りませんと。みんなが寂しがります。はい。私も。ウルトリー様、道中、お気をつけて。ユズハ様もお元気で。はい。あの、よろしければこれ、帰りの道中で召し上がってください。 It's poisoned. こんなの帰って失礼かと思ったんですけど。でもこんなことしかできなくて、お口に合わなかったら、そのありがとうございます。大切に頂戴しますね。あ、はい、アルちゃん、それじゃあまたね。 ほら、アルル。楽しかったよ。アルちゃんやユズチとお友達になれて本当に嬉しかった。一緒に本を読んで、一緒にお昼寝して、一緒にお風呂に入って、いろんなことして遊んで。また今度も遊びに来ていい？ また来るね。絶対に来るから。アルル。白オロ、今後も長き良きお付き合いをお願いできますか。こちらこそお頼みします。互いの和と友好に。ウィチャルネ見てあの祝福があらんことを。それではまた。 オーロの息災をお祈りします。 また寂しくなっちゃいましたね。 そうだな。 うん、アルちゃん、 元気出して。 アルル。 さて、どうするかな。はい、そっちを向いて。Inside, Eru is fixing Aru's hair. He wets it down and uses a comb and scissors. あ、と、ほら、危ないから動いちゃダメ。すみません、すぐに終わりますから、ちょっとだけ待っててください。いや、特に落ちというわけじゃないんだ。 Aru looks content the more Eru combs her hair. だって、ちっちゃな頃からやってましたから。知ってました？この子の髪って微妙に癖があるから、ちょっとしたコツがいるんですよ。 I pick her up and put her into bed. それじゃあ、今度は白オロさんの番ですね。ん?
の毛、結構伸びてますよ。そうかな。そう言われてみれば、伸びてるような気がしないでもない。でもまあ、別に気にするほどでもないし。ダメですよ。白オロさんは身だしなみに気をつけなければいけないんですから。だから、はい、座ってください。ああ。コロさんの髪ってサラサラなんですね。そうか。そうですよ。ほら、櫛がこんな素直に。結構くすぐったいな。それが気持ちいいというか、心地いいというか。なんか眠。